の一行です。以前、ゲスパサのローリータンクをご紹介したことがありました。400リッターのタンクでバッテリーにつないでトラクターなどに給油する機械です。メーターがついていて何リッター給油したか分かる仕組みになっています。今日紹介するのはエミリーナのタンクです。イタリアのメーカーですが、ゲスパサ同様にバッテリーにつないで給油してメーターで数量が分かるようになっています。そして本体にスイッチがついていて、で燃料ゲージがついています。そしてタンクの蓋があって、こちらから給油します。そしてもう1台200リッターのタンクです。こちらは同じくバッテリーにつないで給油することができます。そしてメーターがついて、本体のスイッチがついています。そしてこちらがタンクへの給油口になります。サイズの方がだいたい幅60センチ、長さが90センチです。でこちらの方が幅が80センチ、長さが120センチです。大体のサイズ感でいうとこういう感じになります。軽トラックとかに積んでも邪魔にならない手頃のサイズとなっております。皆様の使用状況に合わせて200リッターと400リッター選んでお使いいただければと思っています。ご購入ご検討よろしくお願いします。山口農園機構でした。